日産自動車愛知機械工業愛知機械工業株式会社は、名古屋市熱田区、川波町に本社を置く、エンジンマニュアルトランスミッションなど自動車部品、産業用部品を中心としたメーカー。日産自動車の機能子会社。プラントコードは4。終戦直後から1960年代までは、オート三輪、ジャイアントを、1960年代には、コニーなどの軽自動車を製造、販売していた。愛知時計製造株式会社から、航空機部門が分離した愛知航空機株式会社を前身とする。1945年8月15日の終戦により民需転換。日産自動車としては当初から軽自動車メーカーの一社ではなく車両やエンジンの生産委託先及び協力メーカーの一社として愛知機械工業を活用する方針であり、日産出身社長としては初代の堀孝次郎も日産の横浜第一工場長から愛知機械入りした後任の小畑三郎も生産技術者であった。そして日産の指導のもと、原価管理などのノウハウが導入され、以前はプリンス自動車同様に総評系であった労働組合も民主化の結果、当時の日産自動車社長の川俣克次と親密な関係にあった塩路一郎が率いる自動車労連の傘下に入るなど、日産化が急速に進行した。愛知機械工業の販売系列であった日産コニー店は1970年10月に自社ブランドでの自動車生産から撤退と同時に日産自動車が生産販売する新規車種のチェリーの発売に合わせてそれまでの日産コニー店の社名であった日産コニー販売から日産チェリー販売に社名変更されて日産チェリー店に販売系列が変更された。ありがとうございます。